皆さんはモーセののにについててどのように理解しておられるでしょうかあるクリスチャンは「実会あれはもうイエス・キリストの十字架で廃されたんでしょだから私たちは守る必要はないんですよ」と答えます。またあるクリスチャンは「実会は昔のイスラエルの人のための律法でしょだから私たちは守る必要はないんですよ とも答えます。また、あるクリスチャンは、実家、私は守ってますよ。だって人を殺していたら、私はここにはいないでしょう。と答えます。また、あるクリスチャンは、実家、私はとても守れません。なぜなら、実家は行動レベルではなく、心のレベルで守らなければならないでしょう。と答えます。このように、 実界についてはいろいろな捉え方がありますそもそも神様はなぜ私たちに実界をお与えくださったのでしょうか今日はそのあたりのお話をさせていただきたいと思います実界の理解がまちまちである理由は実界そのものについての理解があまりにもあるイメージに固定されているからだと思います 皆さんは「実会は石の板に記された立法」だと思い込んではいないでしょうか厳密に言えばそれは本来の実会について間違ったイメージを持っている状態になります。モーセの実会の映画やその他の実会に関する映像には必ずと言っていいほど2枚の石の板が出てきます。 この影響力によって、実会は石の板というイメージが出来上がってしまったのです。モーセの実会が初めて登場する出エジプト記20章の一節には、神はこのすべての言葉を語って言われたとあります。つまり実会とは、最初に神からの御言葉を通してモーセに伝えられ、 モーセがその御言葉を、さらにイスラエルの民に言葉を通して伝えていることがわかります。すなわち、実戒とは、もともと石の板ではなかったということです。実は、これは非常に重要なことになります。なぜならば、本来の実戒は、石の板ではなく、神から与えられた 言葉であったからです。そしてこの実戒が神から与えられた言葉であるなら、死内山で初めて石の板として登場する以前から、すでに人類に与えられて存在していた可能性があるからです。聖書の中からこれらのことを検証していきたいと思います。実は、 創世記の中に実会が神の言葉として登場する場面があります。それはヨセフの物語の中においてです。ヨセフがまだ青年時代、エジプトの自衛長ポテパルの家に奴隷として売られました。しかしヨセフはそのような困難な状況下にあっても、神と主人であるポテパルに対して 忠実に使えていました神は忠実なヨセフを神の契約者として非常に祝福されましたのでヨセフがいたポテパルの家もその恩恵を受けることになりましたまたヨセフはとてもハンサムだったようですそんな彼に対してポテパルの妻は自分と性的な関係を持つように強要してきました しかしその時ヨセフはそれを拒む言葉を語りますが実はその中に実戒が出てくるのです彼がヨセフに家とすべての持ち物を司らさだろせた時から主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を恵まれたので主の恵みは彼の家と畑とにあるすべての持ち物に及んだそこで彼は 持ち物を皆、ヨセフの手に委ねて、自分が食べるものの他は何をも帰り見なかった。さて、ヨセフは姿が良く顔が美しかった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけていった。私と寝なさい。ヨセフは拒んで主人の妻に言った。ご主人は私がいるので、 家の中の何をも帰り見ず、その持ち物を皆私の手に委ねられました。この家には私よりも大いなるものはありません。またご主人はあなたを除いては何をも私に禁じられませんでした。あなたがご主人の妻であるからです。どうして私はこの大きな悪を行って、神に罪を犯すことができましょう ヨセフの言葉の中に、会員が神に対して罪を犯すことであるという認識があるのがわかります。この罪の認識は、モーセの実会によれば第7条に該当します。どうしてヨセフはこの実会の第7条を知っていたのでしょうか実は、あなたは会員してはならないという実会第7条は、実会が 石の板に書か,かれる以前から神から与えられた言葉としてすでに存在していたのです。そしてヨセフはこの神から与えられた言葉に従うことによりヨセフ自身の道徳的モラルを確立することで実戒を守ることができたわけです。それではなぜヨセフはこの 神から与えられた言葉を知ったのでしょうか誰がそれをヨセフに伝えたのでしょうかそれはヨセフの父親であるヤコブです。ヤコブはその父親であるイサクから神から与えられた言葉である実戒を伝えられ、イサクはその父親であるアブラハムからこの神から与えられた言葉を伝えられたのでした。 このように、親から子供に道徳的モラルの基準を伝えることが宗教教育になります。つまり、神から与えられた言葉である実会は、人類初期の親から子へと宗教教育を通して伝えられていったのでした。そして、初期の親は、神から直接宗教教育を 受けることととによっって神のの契約者となったのですつまり実戒は神から与えられた言葉によって伝えられた神との契約条件であり親はその契約方法についての知識を保存しそれを次の世代の子供に教え子供もその神から与えられた言葉を守ることによってまた 神との契約者となっていったのです。それゆえ、神の立法である実戒は、地上歴史の最初から存在していたことになります。最初の罪人アダムに神から与えられた言葉は、神との契約についての知識となり、いつの時代も神との契約者の心の中に保存されていったのです。 また、実会がない山で石の板として与えられるよりも、以前に、すでに存在していたもう一つの例について考えてみましょう。モーセの実会の第4条は、安息日についての記述になります。安息日を覚えて、これを生とせよ。6日の間働いて、 あなたのすべての技をせよ。七日目はあなたの神、主の安息であるから、何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は六日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って、七日目に休まれたからである。 それで主は安息日を祝福して生徒された。実はこの出エジプト記20章よりも以前に出エジプト記16章に安息日が神の戒めとして登場します。それはちょうどイスラエルの民に対して奇跡的に天からのパンが与えられたマナの場面です。このマナは 神が契約のためイスラエルを改革し養うために特別に与えられた祝福の印です。そしてこの祝福を神の契約者として受けるためにはあるルールに則っ,って神との契約関係を維持しなければならなかったのです。それが神の立法である安息日を守るということでした。 モーセは言った。今日それを食べなさい。今日は主の安息日であるから、今日はのでそれを得られないであろう。六日の間はそれを集めなければならない。七日目は安息日であるから、その日にはないであろう。ところが民のうちには、七日目に出て集めようとしたものがあったが、得られなかった。 そこで主はモーセに言われた。あなた方はいつまで私の戒しめと立法とを守ることを拒むのか。見よ、主はあなた方に安息日を与えられた。故に六日目には二日分のパンをあなた方に賜るのである。おのおのそのところにとどまり、七日目にはそのところから出てはならない。こうして民は七日目に休んだ。 これは明らかに死内山でモーセの実会が石の板として与えられる前の話になります。しかし、安息日を軽んじた人がいたことに対して、神は、あなた方はいつまで私の戒めと立法とを守ることを拒むのかと言っておられます。これはすなわち、モーセの実会が石の板に書か,かれる以前に、 私の戒しめと立法と神が言われた実戒が神から与えられた言葉として存在していたことがわかります。それゆえ実戒とは古い時代にイスラエルの民だけに特別に与えられた限定的なものではなく全ての神との契約者に対して与えられた永遠 普遍的なものであることがわかります。冒頭で触れましたが、あるクリスチャンが実会を守る必要性を限定的な立法であるゆえに否定しているのに対して、聖書は永遠普遍的な立法を高く掲げ、神から与えられた言葉として取り扱われているのがわかります。私が立法 律法や預言者を排するために来たと思ってはならない。排するためではなく成就するために来たのである。よく言っておく。天地が滅びゆくまでは立法の一点一角も廃ることはなく、ことごとく全うされるのである。さらに、実戒がユダヤ人だけに与えられたのではないことも聖書には記されてあります。 また、主に連なり、主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、すべて安息日を守って、これを汚さず、我が契約を固く守る、違法人は、私はこれを我が聖なる山に来させ、我が祈りの家のうちで楽しませる。彼らの犯罪と犠牲とは、我が祭壇の上に受け入れられる。 我が家は全ての民の祈りの家と唱えられるからである。新約聖書の初代教会時代以降は、キリストの弟子たちや異邦人伝道者パウロによって、神の契約者としての知識は新たに異邦人へと受け継がれていきました。それゆえ聖書によると、私たちの時代では先民、民 神の民のことをユダヤ人や日本人などという人種ではなく神からの言葉である立法を高めその契約を固く守る違法人に対しても用いられるようになったのですしかしあなた方は選ばれた種族最主の国聖なる国民神につける民である それによって、暗闇から驚くべき見光れに招き入れてくださった方の見業をあなた方が語り伝えるためである。あなた方は以前は神の民でなかったが、今は神の民であり、以前は哀れみを受けたことのないものであったが、今は哀れみを受けたものとなっている。 それではなぜモーセの時代に石の板に実戒が書かれる必要性があったのでしょうかここである例え話をしたいと思います。私は家族からあることで指摘を受けたことがあります。それは私のトイレを使用した後にいつも電気を消し忘れてしまうということです。 この電気の消し忘れは、その指摘を受けた後も数回あり、なかなか治りませんでした。そこで私は、自分でメモ用紙に、パパは電気を消しましょう、と書いて、トイレの壁に貼り付けていました。さすがに、このメモ書きがある間は、消し忘れはなくなったのですが、家に来客があった時に、 読まれると恥ずかしいので剥がしてしまいましたそうするとまた何回か消し忘れたこともありましたモーセの時代神からの言葉であった立法はもはや親から子へと宗教教育を通して伝えられなくなりましたなぜならイスラエルの民はエジプトで奴隷となった時神の契約者としての知識を 忘れてしまったからでした。そこで神は彼らを荒野に導いてもう一度神の契約者として再教育し彼らに神からの言葉である立法を伝えて心の中に大切に保管させようとなさいました。しかし彼らは神からの言葉の本当の価値と自分たちの 低俗となっている道徳的モラルの状態を自覚せず、簡単に神との契約者になろうとしたのです。彼らは偶像礼拝と腐敗の中で生活していたので、神の神聖さと自分たちの心の甚だしい罪深さと、自分たちの力だけでは神の立法を守ることができないこと、 そして彼らには救い主が必要であることを誠に自覚していなかった。そして彼らは直ちに神と契約を結んでしまった。彼らは自分たちの義を確立することができると感じて、私たちは主が仰せられたことを皆従順に行いますと宣言した。 この辺りのお話を深く学びたい方は以前お話しさせていただいたモーセの幕屋はなぜ作られたかのご視聴をお勧めいたしますエジプトで奴隷生活を送る中でイスラエルの民は神の立法を神からの言葉として取り扱わずもはや心の中に大切に保管していませんでしたそこで神は彼らが この神の立法を常に生活の中で思い起こすことができるように簡単に忘れされないメモ書きとして石の板に立法を書き記されたのでしたそしてそれをモーセの幕屋の中の契約の箱に大切に収めさせて儀式を通して常に心を死聖者の契約の箱の中にある 神から与えられた言葉に向けさせるのでした。つまり彼らは本来の契約とは違う形で、すなわちメモ書きを見ながら神の立法を思い起こして守るという形で神の契約者としての立場を継続できるようになったのです。これが古い契約と言われる人間主体で 結ぶ契約になります。しかしこの人間主体で結ぶ契約には落とし穴があります。それは目に見えるところの儀式や人間の努力に功績を認めがちな形式主義に陥る危険性があるということです。実際イスラエルの民は神からの言葉としての目に見えない 本来の実戒よりも目に見える石の板に記された実戒そのものに神の力が宿っていると錯覚を起こしてしまい残念ながら実戒は本来の道徳的な役割を十分に果たすことができなくなってしまうのでしたこのはだしい勘違いは旧約聖書のある事件の中に見ることができます 石の板に書かれた実戒そのものを貴重なものとして信じるようになったイスラエルの民はその石の板に書かれた実戒そのものもしくはそれを入れてある契約の箱そのものが刻んだ像の礼拝対象となりましたその結果神の契約の民としての立場を失ってしまいその証拠に 鉄国であるペリシテ人にももはや勝てなくなってしまったのです。そこでイスラエルの民は契約の箱そのものを戦場に持っていけば神の力が働いてペリシテ人に勝てると思い込んでこともあろうにそれを死聖女から戦場へと持ち出してしまったのです。ペリシテ人はイスラエル人に向かって 人備えをしたが戦うに及んでイスラエル人はペリシティ人の前に敗れペリシティ人は戦場に置いておおよそ4,000人を殺した民が陣営に退いた時イスラエルの長老たちは言った何故主は今日ペリシティ人の前に我々を破られたのか城へ行って主の契約の箱をここへ携えてくることにしよう そしてて主を我々ののに迎えて敵の手から救っていただこう結局イスラエルの民はペリシト人に再び負けて契約の箱も奪い去られてしまうのでしたこれはイスラエル人が実戒を正しく理解していなかったことによって生じた残念な記録になります。 人々が聖なる戒めに従った時には、主は彼らと共にあって、主の無限の力によって彼らのために働かれた。しかし彼らが箱を見ても、それを神と結びつけず、神の立法に従って、神の掲示された御心をたっ飛ばないならば、それは普通の箱と同様に何の役にも立たない。 彼らは偶像国の人々がその神々を見るように箱を眺めあたかもそれ自体に能力と救いの要素があると思った彼らはその中の立法を犯した箱の礼拝そのものが彼らを形式主義と偽善と偶像礼拝に陥れた彼らの罪が 彼らを神から引き離した。だから神は彼らが悔い改めて悪を捨てるまでは彼らに勝利を与えることがおできにならなかった。私たちも実戒を正しく理解していなければこのイスラエルの民と同じ精神に陥る可能性があります。もし実戒を 石の板に書かれた律法であると理解しているにとどまるならばその人にとってはそれを形式的にまたは表面的に守ればよいわけです冒頭で私は実界を守っていますよといったこのようなクリスチャンは実界を表面的に理解している傾向があるゆえに実界を文字通りに守っていますということが できるのだと思いますそれでは実界を正しく理解するためにはどうすればよいのでしょうか私は実界の一つ一つの条項について証の文から深く学んだときにああ今の自分では実界をとても守れる気がしないという恐れが心の中に生じました冒頭で触れた 私はとても守れませんと言ったクリスチャンはまさに私でしたしかしこのような絶望的な状態にとどまらせないのが神の契約になりますその契約内容とは神から与えられた言葉である実戒が虫の板ではなく心の板に書かれる特別な経験に預かることが可能だということです そしてこの経験を少しずつ積み重ねていくことによって徐々に実会にに実適合すするるる生きき方がででようになるのですそしてあなた方は自分自身が私たちから送られたキリストの手紙であって罪によらず生ける神の霊によって書かれ石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることを はっきりと表している。こうした確信を私たちはキリストにより神に対して抱いている。この素晴らしい経験を可能とするのがイエス・キリストの十字架のあがないの功績と大祭司の中保の働きによる精霊の清めになります。この経験をしたクリスチャンは神の契約者、先民、 霊的イスラエルとして暗い最終時代に送られるキリストの手紙となるんです。このお方がこれらすべてのことをなしてくださったのは私が犯した立法を私が守れるようにするためご自身の義を私に与えることを可能とするためであった。この故に私はこのお方を崇敬する。 私はこのお方のことを全ての罪人に述べ伝える。実戒は神から与えられた言葉そのものです。それをどのように取り扱うかが今私たちに問われています。コロナウイルスが猛威を振るう中にあって私たちは非常に無力です。しかし感染拡大を恐れ ただ自粛して時間を過ごしていることを神は喜ばれません。なぜなら私たちは神から与えられた言葉である実会の権威に服従するために自我との戦いが繰り広げられているべき時がまさに今だからです。キリストのようになる目的で彼を見ていると真理を求める人は 神の立法の原則の完全さがわかり彼は完全の他には何にも満足しなくなる自分の命をキリストの命の中に隠していると彼は神の立法の清さがキリストのご品性の中に掲示されているのを見るそして彼はさらに一層熱心に彼のようになることに努めるのである 誘惑者は自分の親民の一人を失うのを見るので戦いがいつでも予期される。我々はサタンが自分が用いるために強めてきた特性と戦わなければならない。人間は戦っているものキリストが差し伸べておられる完全に到達するという考えに反対する不思議な力を見る。 しかしキリストにはその戦いで彼に勝利を得させる救いの力がある救い主は彼が恵みと力を懇願してくる時彼を強め助けを与えられるサタンが今最も私たちの教会において成功している欺瞞がここにはってい と記されてありましたそれはキリストが差し伸べておられる完全に到達するという考え方すなわち現代の真理に反対する不思議な力です。皆さんは今キリストのような完全なる品性を目指しているでしょうかキリストはマタイ五章の 48節において次のように言われます。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。キリストが私たちに完全を求められるその根拠は、キリストが今もなお天の死聖所において、ご自分の功績と精霊の働きを通して、私たちが完全になるべく、 神の契約の御手を私たちに差し伸べてくださっておられるからです。私は神の契約について学んだ時、この事実を知りました。そして弱い器ではありますが、キリストと精霊の助けにより、この神の契約の成就を目指して、日々自我との戦いの中に、 歩んでいます是非皆さん実界を守れるようになるためにすなわち完全に到達するためにその全ての力の源であられるキリストに頼りつつ自分のの弱さの特性と戦いましょう今はこの戦いに集中するために特別に時間を費やすことを神は このコロナウイルスの影響下の下で許されておられます。その貴重な時間をぜひともに有効に活用し、神から与えられた言葉に対して、その立法に対して忠実に歩んでいきましょう。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛するご在天のお父様、あなた様の実会は 石の板に書き留まるものではなく、神との契約者の心に精霊を通して書き記されるべき神の言葉であったことを今日学びました。私たちは生まれつき、あなた様の御言葉の教えに従えるような状態ではありません。あなた様の言葉を通して与えられた、この神の立法に対しても、 自我が激しくこれに反対してきます。しかし、私たちはそれに従う必要性を感じました。なぜならば、あなた様との契約関係を維持することを望んでいるからです。そしてこの契約の成就によって、イエス・キリストのような完全な品性に到達するという契約について知ることとなったからです。どうぞ神様。 弱い器ではありますけれども、信仰を主に向けて、この実現のために、最善を尽くして努力したいと思います。願わくばどうぞ、主のご計画に従って、このしもべたちの心に成し遂げてくださるようお願いいたします。この祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して、見舞いにお捧げいたします。アーメン。